ミラビリス・リベル。口実する c ァン・ミラビリス・リベルは1520年代にフランスで刊行された変舎不明の予言集である。フランスで最初に出版された予言アンソロジーで古今の著名な聖人たちの予言を集めたという体裁になっており、実質的に中世のキリスト教的終末論を独自の視点で総括したものになっている。何度も再版され、 同時代の先生術師や神秘思想家たちに対し、直接、間接的に少なからぬ影響を及ぼした。なお、ミラビリスリベルとは、脅威のを意味する、ラテン語であるが、今日の英語圏、仏語圏の関連文献などでも訳出されることは、ほとんどなく、半ば固有名詞化しているため、ここでも、そのように扱う。ミラビリスリベルは、古今の予言を集めたアンソロジーである。 本来フランソは一世の新生ローマ皇帝選挙立候補を支援する目的で作成されたと考えられており、初版の序文にはそれへの直接的な言及がある。編参者は、フランソは一世を中世以来の世界最終皇帝のモチーフに重ね合わせており、天使教皇にも関心を寄せていることが伺える。本編は二部構成になっており、第一部にあたる、 1> 第1章から第23章までは、ラテン語で、第2部にあたる、第24章から第33章はフランス語で、それぞれ書かれている。多くの章で出典となる写本や漢本に関する、情報が明記されており、編纂者の学級的な自負の現れとみなされている。その内容は、どの章も、異教徒の脅威、ハンキリスト、世界最終皇帝。 天使教皇などのうち一つないし複数に関わる文献を集めたものだが世界最終皇帝をフランス王としそれを補佐する天使教皇もリモージュから現れるとする認識が投影されている点で従来の予言書とは異なっているこの予言書は初版から10年と経たないうちに何度も再版され同じ時代のギオームポステルノストラダムスらに影響を及ぼしたその後 長い間参照されることはなくなったが、フランス革命が起きるとそれを的中させたとして話題になり、18世紀末に再び注目されるようになった。また、20世紀末以降に、ノストラダムスの文学的分析が蓄積されるようになると、その起源に関する情報源として評価されるようになった。この予言書では、中世に生まれた二つの伝説、すなわち、 世界最終皇帝と天使教皇が重要な役割を果たしている。そこで内容の概説に先立って、それらについてが遺憾しておく。世界最終皇帝とは、ローマ皇帝がキリスト教に改修したよりも後の時代になって、そこに終末論的意義が後付けされた未来の伝説的名君のイメージであり、その具体像は、口述するティブルのシビュラや、 メトディウスの予言書などによって形成されていった。彼は一度死んだ後、週末に先立って復活し、ゴグと、マゴグや異教徒たちを駆逐した後、役割を終えると、エルサレムに赴いて自らその地位を神に返すとされた。カール大帝やフリードリヒ二世はこの、世界最終皇帝と重ね合わされ、死後も再来が期待された。こうした伝説は、特に十字軍遠征の時に好まれ、 中には自ら世界最終皇帝を戦勝する者たちも現れた。天使教皇は、終末に先立って天から使わされる教皇で、天使牧者とも呼ばれる。その伝説は、世界皇帝と別系統で発生したもので、正確な起源は不明だが、フィオーレのヨアキムの著書に、その方がが見られ、ヨアキム主義の展開の中で生まれたとされる。 ことに、フランシスコ界の心霊派に属するヨアキム主義者たちが、ボニファティウス八世に弾圧されると、前人の製品で知られた、ケレスティヌス五世を守護天使教皇に祭り上げようとする、言説が活発になった。こうしたイメージは、口術するジャンドロックタイヤードの予言や、すべての教皇に関する予言などによって、不レン、潜伏されていった。ラテン語による正式な署名、予言、刑事 驚くべき物事、過去、現在、未来の物事を収録した脅威の書が書かれたタイトルページには、聖書からの引用句が出典とともに列挙されている。書版では順に、テサロニケの信徒への手紙1第5章、ルカによる福音書第21章、ルカによる福音書第2章が挙げられており、これらの引用句は世界の終末と関わりがある点でほぼ共通している。 第2版では、さらに、詩編第96章、マタイによる、福音書、第24章が追加された。第1部は、ラテン語で書かれた第1章から第23章までで、ある。分量的には、全88章のうち、最初の68章の表面までを占める。第1章は、第2章の表面から第4章の表面途中までで、ある。 パタラの司教ベメコブスの書と題されているが、ベメコブスは、定本の写し間違いで、実際には4世紀のパタラのメトディウスに返せられている、儀書、メトディウスの予言書の小録である。メトディウスの予言書は7世紀末のシリアで成立したと考えられており、原本はシリア語版とギリシア語版があったと想定されている。その内容は、 天地創造から6000年期の内容を概説した後、同時代から未来の予言に踏み込むものである。その未来図は以下のように展開する。イシュマイルの末裔がイスラーム教徒たちと共にキリスト教徒を脅かし様々な破壊行為や悪事を働く。それに対し、塔に死んでいた強大な皇帝が復活して、 彼らを打ち滅ぼすが、ゴグとマゴグの出現によって世界がさらに荒らされる。ゴグとマゴグが神の援軍によって滅ぼされた後、皇帝はゴルゴダの丘に赴いて、定官を返上し、役割を終える。その後、反キリストが現れてなおも、世界を荒らすが、キリストの再臨によってこれも滅ぼされ、最後の審判に至る。こうした内容には、 ビサンティン帝国とイスラーム諸勢力の間で貴族が揺れていたシリアにおいてキリスト教徒たちが不安定な状況に置かれていたことが投影されている。イスラーム勢力はそのすぐ後に西欧諸国も脅かしたため同じような問題関心によってメトディウスの予言書は8世紀初頭に西欧に持ち込まれラテン語訳もされて受け入れられた。これは トゥールポワチエ間の戦いとほぼ同じ時期のことであり、そうした時代背景の中、世界最終工程のモチーフが広められた。メトディウスの予言書を歩るした範囲と影響力の点で、ヨハネの目視録に次ぐ、目視文書とする評価さえ存在する。ミラビリスリベルに収録されたバージョンは、パリのサン・ビクトル大修道院付属図書館に所蔵されていた写本のうち、現在は、 パリのアルスナル図書館に所蔵されているものが、定本になっている。ニュルンベルク年代記に描かれた、ティブルのシビュラ第2章は、第4章の表面途中から第7章の表面、途中までで、シビュラの予言と題されている。これは、シビュラの書や、シビュラの卓戦ではなく、ティブルのシビュラの小録である。題名は、ティブルにいたとされるシビュラを示すが、予言書としての正式名を持たない。 その名の通り、ティブルのシビュラに固くされた予言書だが、作品中では、シビュラの名がティブルティナないし、アルブネアとされている。1898年のエルンストザックルの研究以来、4世紀後半にオリジナルのギリシア語版が成立し、11世紀に現在の形のラテン語版が成立したと考えられている。ただし、4世紀後半の原本は発見されていない。 ラテン語版と別系統に発達したギリシア語写本については6世紀初頭のバールベックで成立したとみなしてバールベックの予言という呼び方をする者も,もいる。いずれの推定でも真の著者は特定されていない。その内容は第三者がシビュラとその予言について語ったものとなっており、プリアモス王の即女であり結出したビジョティブルティナ内ナシ、アルブネアが トライアヌステー時代のローマに招かれ、アベンティーノの丘で行った夢解釈の内容を、記したことになっている。解釈の対象となった夢は100人のローマ、元老院議員たちがあるバン一斉に見たというもので、異なる特色を備えた9つの太陽が出てくる夢だった。シビュラはその夢を9つの時代を象徴したものと、解釈した。この書では、第8の時代までが、 キリストの交端も含む過去の予言とされて簡潔にしか語られていないのに対し第9の世代は歴代の君主たちのアルファベットを織り込みつつ詳細に語られているその歴代君主は11世紀初頭のコンラート2世とされる人物までは特定されているがその後は現実から離れ終末へ至る様相が語られているその中では ギリシアとローマを112年間にわたって支配し、法上の時代を実現する最後の名君コンスタンスが異教徒を蹴散らし、ゴグとマゴグをも撃破した後に、エルサレムで帝国を神の手に委ねて退位することが描かれる。さらに、ハンキリストが誕生して、世界を荒廃させ、エノクとエリアを殺害するが、大天使ミカエルによって打倒される話につながっている。ティブルのシビュラが、 予言的言説の伝統において持つ意義は、終末の皇帝のイメージを初めて打ち出したことにある。本来、イ君、コンスタンスの描写は、二カや心情を支持していた、コンスタンス一世の時代に生み出されたものだというが、前出のメトディウスの予言書などでさらに大きく脚色されて、中世の予言的言説に大きな影響を及ぼすことになるのである。ミラビリス・リベルに収録された。 イの定本は、フランス国立図書家に現存する複数のサンビクトル写本のようだが、異文からの推測によって、散逸した写本を参照した可能性も指摘されている。第3章は、第七要の表面途中から、裏面途中までの簡潔なもので、ヒッポの聖アウグスティノスに返せられている、ハンキリストロンである。これは1506年にアメルバッハが刊行した。 アウグスティヌスの論集にも収録されていたもので、それがミラビリス・リベルでも定本とされている。しかし、実際にはモンチャンデルのアドソが954年頃に西フランクオールイ4世のヒゲルベルガの家紋に応える形でまとめたものである。アドソは920年頃にジュラ地方に生まれた聖職者で修道院改革にも熱心な人物だった。 968年には、モンチャンデルの大修道院長となったが、後にエルサレムへの巡礼の途上で隠しした。ゲルベルガによる反ンキリストや、目視録に関する家門は、西フランク王国や神聖ローマ帝国の政治問題とも結びついており、神聖ローマ帝国よりの経歴を持つアドソは微妙な立場に置かれていた。そのため、答申は、 同時代的状況を織り込まない曖昧なものになっており、終末の時期についてもまだ先のこととされた。その論拠となったのが、テサロニケの神徒への手紙にで、当時、その文中の終末における、理教が、ラテン語でディセチオと訳されていたために、分離と混同されていた。アドソはそれを、ローマ帝国の政治権力が残らず、手放される時と解釈し、 西フランク王国が滅亡して、ローマ帝国の権力が全て離散しない限り、それが成就しないと認識していたのである。そこで展開された反キリスト論は、反キリストの代理者として、キリスト教の迫害を行った人物として、ネロやドミティアヌスなどを挙げた後、週末に現れる反キリストを描写するものとなっている。中世にしばしば見られた言説に従って、 断続から反キリストが登場するとしていた点は同じだったが、さらにキリストの後端のパロディーローが強まり、売春婦とその夫の間に生まれるのは彼女の体内に悪魔が宿るからなどとした。さらに反キリストがエルサレムで偽の奇跡を起こして指示を集め、その一方で恐怖によっても人々を従えることなども紹介される。彼の反キリスト論は外滑的なものではあったが、 他方で物語的でもあったために中世を通じてそこに多くの誇張が加えられハンキリスト像の形成に大きな影響力を持った中世を通じては内容の誇張だけでなくその著者をより権威ある人物に固くすることも行われたミラビリス・リベルの定本がこれをアウグスティヌスの著作として扱っていたのもその延長線上のことである第四章は 第七要理面の残りだけを占めており、聖セ,セウェルスに返せられた短い予言が収録されている。セウェルスは4世紀初頭に殉教したラベンナの聖人で彼に固くされた予言がいくつも残されている。ミラビリスリベルに収録されたバージョンは1516年にベネツィアで出版されたものが元になっていると推測され、ライオンや像といった象徴を用いてハンキリスと到来まで、 キリスト教世界を分裂させずに平和を保つ名君などが描かれている。なお、聖セ,セウェルスに返せられている予言には、ロマーニャへの強い関心が投影されているという特色があり、ミラビリス・リベルでも、ロマーニャがイタリアの首都になるという予言が含まれている。リヒテンベルガーの聖意図第5章は、ヨハン・リヒテンベルガーの先生の全文再録であり、 第8要表面から第30要リメ面途中までを締める。リヒテンベルガーは神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世に仕えていた。先制術師で当初はフリードリヒ三世こそが世界最終皇帝になると予言していた。しかし途中で見切りをつけ、その子マクシミリアンと孫フィリップへと期待を移すことになる。その転換を最初に打ち出した著書が先税である。 彼の、先前は、予言的要素と、先制術的要素を混ぜ合わせたものだが、その合わせ方のちぐはぐさも指摘されている。また、それらの要素自体はオリジナルではなく、予言的要素は、フィオーレのヨアキムの申請著書やヨアキムに返せられていた、キヨアキム文書群、およびセービルギッタ、コゼンツァのテレスフォロなどからの寄せ集めであり、先制術的要素は、 ミッテルブルクのパウルスの諸説を転用しただけに過ぎなかった。後者についてはパウルス自身から批判されることになる。この予言ではドイツの果たすべき役割に混乱が見られるものの、ドイツから現れる世界最終皇帝は教会の改革を引き起こすと同時に不信心者たちを屈服させる存在として描かれる。天使教皇への言及はあるものの、 皇帝の役割に力点が置かれている分、明治的に重要な位置づけにはなっていない。また、この予言書では1484年の合わせが重視され、反キリストや世界の終末の到来を告げるものとされていた。この予言は、ジロラモサボーナローラの登場と結びつけられるなどして、ルフした。リヒテンベルガーの書は、特に1490年代の北、イタリアで評判となり、 1532年までに、ラテン語版、イタリア語版を合わせて13版以上を重ねた。ミラビリスリベルは、様々な予言を集めている割に、先制実的要素があまり含まれていない。その中にあって、この第五章は、突出して、先制実的要素を含む箇所となっている。再録にあたっての定本は1488年の初版ではなく、後に、 リオンで再販されたものが用いられている。天使教皇の図像の一つで、裸は製品の象徴。第六章と第七章は連続性があり、すべての教皇に関する予言が収められている。もともと、すべての教皇に関する予言は、諸悪の端所と、ハゲ頭よのぼれと呼ばれる二つの予言章が本したものだったが、ミラビリス・リベルの第六章は、ハゲ頭タマヨに、 第七章は、諸悪の短所にそれぞれ対応している。これは推測されている、成立順とは逆だが、すべての教皇に関する予言で合本された順序とは一致している。この予言書は、サシエとテクストの組み合わせによって、歴代ローマ教皇を予言するというもので、ニコラウス三世を暗示した絵から始まっている。諸悪の短所も、ハゲ頭よのぼれも、 各15枚の挿絵が含まれていたので、両方で30人のローマ教皇を予言していることになる。ただし、すべての教皇に関する予言が成立したと推測されている1415年頃の時点で、過去のものになっていた予言は20人分だけで、残りは未来に属するとされていた。特に、そのうち最後の数枚は、天使教皇と解釈されていたが、他の予言に比べて、 特殊なのは天使教皇が世界最終皇帝の役割を兼ねるかのように描かれていたことである。ミラビリスリベルへの収録にあたって挿絵が全て省かれ、エンブレムブックのような体裁だった本来の予言書の特色が失われている。ミラビリスリベルでは第6章と第7章で別々の写本が用られており、編纂者は第6章の写本は千年頃の作成。 第7章は1100年頃の作成としていた。これらの推定は14世紀から15世紀にかけて成立したすべての教皇に関する予言の本来の起源からすれば実証的な正当性を持たない。第8章は第34用表面から第35用表面、途中までで古前茶のテレスフォロの省著から取られた天使教皇論となっている。 コゼン前ァのテレスフォロは14世紀の聖職者で、カラブリア出身の飲酒師とも言われるが、経歴がはっきりしておらず、偽名の可能性も指摘されている。彼は親フランスの態度をとり、教会大分裂に際しては、アビニョン教皇を支持した。思想上は、広い意味での弱気無主義者で、ジャンドロックタイヤードの影響を強く受けた。彼の主張、少女は、 テレスフォロが1386年に天使から受け取った託宣に従って、古前座で発見した古い予言書の数々に従ったものと主張している。現在では1356年から1365年に彼自身が行った予言をもとに、教会大分裂後の1378年から1390年頃にまとめたものと考えられている。その予言では、 教会大分裂はフリードリヒ三世と偽教皇が引き起こすことになっており、それに対抗する天主教皇を助けるのがフランス王シャルルとされている。シャルルは偽教皇らを打ち滅ぼすことに成功して皇帝となり、最後の十字軍によってエルサレムを奪還し、千年王国へと導くという、現存最古の写本は1396年のもので、 印刷版の初版は1516年のことである。大いに人気を博して版を重ね、フランス語訳版なども出版された。ミラビリス・スリベルに収録されたのは、彼の予言のうちの天使教皇と三人の後継者に関する部分の抜粋である。定本となったのは、サン・ビクトル社本で中世予言の専門家であるマージョリ・リーブスが発見した。第9章は、 西暦1104年の教皇という中世の年代記のような様式の短い文書で第35用表面の残りに収録されている。冒頭にはマルティヌス2世から順にベネディクトゥス4世まで10人の教皇の名が挙げられている。この歴代教皇は882年から903年に在位した者たちで教皇庁の最初の混乱期に該当している。 それらの教皇の名前の列挙に続いて、西暦千年頃に、キリスト教国の大英が始まり、様々な場所で、キリスト教的儀式が守られなくなり、異教的要素が入り込んだと説く。最後は12世紀から13世紀の原始者について、列挙され、聖エリザベト、聖ヒルデガルト、聖アルピアディス、フィオーレのヨアキム、クレメンス4世が挙げられている。ミラビリス・リベルでは、 出典として、歴史の海という文献が挙げられているが、実際にはその文献から引用されたものではなく、真の出典は特定されていない。第10章は、第35用理面の一部を占める、ユダヤ人回収に関する予言で、明示されていないが、アルフォンスス・アスピナのホルタリティウム・フィデーから取られている。この著書は1460年代前半に作成されたもので、 ユダヤ人やムスリムがキリスト教徒によって屈服させられることを告げる書として15世紀後半以降何度も出版された。フランスで出版されることはあまりなかったがミラビリス・リベルで用いられた底本は1511年にリヨンで出版された版と推測されている。第11章は第35曜里面途中から第37曜里面途中までで クイレルムスバウゲというトゥール氏教区のアン教区の司祭が書き記した趣向と主張している。しかし、実際には14世紀半ば以降のフランス情勢を題材にとってヨハンネス・デバッシグニアコという人物が作成した事後予言をまとめたものである。ミラビリス・リベルに収録されたものには1490年から1525年までを対象とする予言が加筆されている。 本来、事後予言を集めただけのこの章は、初版観光よりも100年以上前に起こった出来事を曖昧に書き記したものが主体になっていたが、口述するように、1525年のパビアの戦いや1789年からのフランス革命を的中させたと解釈されたために、ミラビリス・リベルの評価を高めることに大きく関わった。フィオーレの弱気ム第12章は、 第37要理面途中から第38要表面までを、締め、フィレンツェ大司教、アントニーノの年代記から抜粋する形で、フィオーレの弱きムについて述べている。フィオーレの弱きムは、死闘会の大修道院長だったこともある12世紀、イタリアの聖職者だが、死闘会とはたもとを分かち、独自の歴史観を磨いた。 ヨハネの目視録の解釈などに基礎を置く歴史観は、父の時代、この時代、精霊の時代に区分して、未来の予言にも踏み込むもので、13世紀のうちに精霊の時代が完成する、つまり、終末を迎えると予言していた。弱き者思想は、中世の予言観に大きな影響を与えた。のみならず、3段階に分割して、 歴史の発展法則を読み取ろうとした彼の思想は、後の歴史哲学、ことに、ドイツ関連論やマルクス主義にも、影響の痕跡を見出しうるという説もある。ミラベリス・リベルで抜粋された、アントニーノの短い紹介は、ヨアキムの説教と生涯に関するものである。シエナの語りな第13章は、第38曜裏面から第39曜表面、途中までである。 14世紀の女子ドミニコ会修道士であるシエナの聖女カタリナに関するものだが、前章と同じくアントニーノからの抜粋である。聖カタリナは教皇グレゴリウス12世がアビニオンからローマに帰還する上で大きな役割を果たした女性であるとともに、当時スウェーデンのビルニッタと並ぶ有名な原始者でもあった。彼女はエルサレムを永遠に、 キリスト教徒のものとするための新しい十字軍を提言し、そこにローマ教皇を賛同させるべく働きかけようとした。ミラビリス・リベルでは彼女が教会大分裂を予言したとされることについてアントニーノが解説をしている箇所が抜粋されている。第14章は第39要表面の一部を占めるだけの短い章である。 フィレンツェのサンタマリアノベッラ教会に残るトマス・アクイナスの思考に基づいたと主張しているが実際には1503年頃に成立したものと推測されているこの思考はビテルボで発見されたというウィンケンティウスの予言について書かれているミラビリス・リベルの弊社はビセンテ・フェレールの予言と判断して収録したらしいがアクイラのビンチェンゾなど他の候補も指摘されている その内容は、牛が教会で泣くのを聞くときに教会が破行するようになり、さらにワシと蛇が結びついたり、二頭目の牛が教会で泣くようになると苦難が訪れると解き起こしている。その後の苦難としては、教会の分裂や、その分裂を引き起こした側の教皇が、真の教皇の地位を散脱することや、イタリアが南以外の三方向から、 強大な軍隊によって攻め込まれることなどが語られている。ビセンテフェレール第十五章は、第十二章、第十三章と同じくアントニーノからの短い、抜粋で、第三十九用表面途中からその裏面途中までを、咲いて、ビセンテフェレールの電気と、ハキリスト論を扱っている。ビセンテフェレールは、バレンシア出身のドミニコ会修道士で、同じドミニコ会のシエナのカタリナとは逆に、 教会内分裂期にアビニョンの対立強行を支持した。その一方で彼は切迫した終末間を宣布して回ったことでも知られ、15世紀初頭には反キリストがすでに誕生しているという説教まで行い、その反キリストが成長した時に訪れる聖惨な金、未来図を語っていた。第16章も第39曜里面途中から第40要表面途中までの 短いもので、前章と同じくアントニーノからの抜粋である。アントニーノからの抜粋は4章分あったが、そのうちの最後に当たっている。抜粋箇所は、タタール人たちに予言が、どのように受け止められているかに関して述べられたものである。聖カタルトゥスの立像第17章は、第4 4要表面の残りのみを占めており、聖カタルトゥスに返せられた予言となっている。聖 カタルデスに固くされた予言は15世紀末のイタリアで、もてはやされていたが、第17章に収められている予言はそれらの内容とは一致しておらず、出典が特定できていない。この章は異なる期限の2つの文書が組み合わされており、前半は、フランスワ一世の知性初期に彼を題材にして描かれた予言と推測されている。後半は、シャルル・マの予言だが、シャルルは、 フランソワの性的カール5世に都合が良いため、その名前を削除した上で、フランソワに引き付けられている。第18章は、ジロラモ・サボナローラの典型対応を全文再録したもので、第40用理面から第65用理面までとかなりの分量を占める。サボナローラは、フィレンツェのドミニコ開始で、1484年以降、刑示を受けたと称して、支持を広げ、 近く下されるであろう、神罰と教会の改革を結びつける説教を繰り返した。1494年にフランスオシャルル8世がイタリアに侵攻すると、神罰が成就したと解釈され、その影響力が強まった。そして、フィレンツェからメディチケが追放された後に、真剣政治を行ったが、次第に求心力を失い、1498年に家計に処せられた。 サボナローラ彼の著書、典型太陽は、メディチケ追放法の翌年の春から夏にかけて、執筆されたもので、その題名から、明らかなように、彼が今まで受けたとする、数々の掲示の要定を外説したものである。同年8月に初版が出版されるや、1ヶ月半ほどの間に、第5版までが出されるという売れ行きを示した。なお、第4版まではイタリア語。 第5版はラテン語で書かれている。第5版も他者による翻訳ではなく、サボナ・ローラ自身による。二言語で出版したのは、一般人と知識人双方に自分の思想をありのままに伝えるためだった。その内容は、まず、ロレンツォ・デ・メディチの死やフランス軍のイタリア侵攻などは、自身の過去の説教の中で語られていたものであるとして、予言の常時を強調し、 預言者としての正当性を示している。その正当性の上に立って、天に現れたという剣を持つ、腕の現像などについて述べ、イタリアへの神罰という意味に加え、解放者という新しい意味を付与したシャルル発生像やフィレンツェが、共和性を維持すべきことなど、未来について語っている。ミラビリス・リベルに収録された定本は、フランス国立図書家に現存しているものと同じ。 ラテン語版と推測されている。第19章は、第66用表面から第67用表面までを占める書簡の形式が取られているが、その出典は不明である。前半は、ボナベントゥーラの書簡に関する内容となっている。ボナベントゥーラは、元フランシスコ会の修道士で、自ら天使教皇を名乗り、1516年にベネツィアの同時に書簡を送った。 その内容は、フランス王こそがトルコ人を回収させる神の使いであり、ベネツィアは彼らと同盟を結ぶべきとするものであった。第十九章の前半はその内容を肯定的に扱っている。後半は、それとは別の主題で予言の才を持つと噂されていた二人の少女について述べられている。ジャンド・ロック・タイヤード第二十章は、ジャンド・ロック・タイヤードの予言のごく短い抜粋で、 第67要表面の一部を占める。ロックタイヤードは14世紀のフランシスコ会修道士で、その原始がもとで長らく投獄された。彼は遊兵中にいくつもの著書をものし、ハンキリストとそれに対抗する救済者に関する予言を改陳した。彼は教会を改革することになる偉大な教皇とローマ皇帝となるフランス王が協力してムスリムをはじめとする。 異教徒たちすべての改修や東方教会と西方教会の合一などをことごとく実現させて世界を支配することになると述べた。前室のテレスフォールスはロックタイヤードの影響を受けた。ミラビリスリベルに収録されているのは15世紀後半に交換されていたゲルーアシウスリコバルドスの年代記から再録されたものと推測されている。第21章は 第67用表面の残りから第68用表面までを締め、第10章でも用いられていたホルタリティウムフィデーからの抜粋となっている。その主題はユダヤ人を回収させた奇跡に関する逸話である。それによると13世紀にユダヤ人の中から預言者を自称する者が現れ、奇跡が起きることを予言した。予言された日にシナゴーグに集まった ユダヤ人たちの服には十字架の印が現れ、それを見たユダヤ人たちがキリスト教に改修したというものである。ラヨシュ2世第22章はラヨシュ2世の手紙の抜粋で第68用表面の一部のみが裂かれている。ラヨシュ2世はハンガリー王でその知世にオスマン帝国の信仰に悩まされ1526年のモハーチの戦いで廃止した。 手紙は1521年7月2日付になっており、オスマン帝国の脅威を受けて、ローマ教皇に援助を求める内容である。その中でライオシュは、トルコの脅威と、首都ブダの危機を訴えている。ライオシュ二世は、実際にそうした内容の手紙を、神聖ローマ皇帝にも送っていたらしいが、ミラビリスリベルに収録されているものの提本は、い持ちから強きハンガリー王から、 ローマ教皇レオ10世に送られた書簡集というパンフレットと推測されている。そのパンフレットに収録されている書簡の日付も1521年7月になっているというが、この日付はフランソワ1世が立候補したローマ皇帝選挙よりも後のものであり、ミラビリスリベルに収録された処分権の中では他に例がない。セービルギッタ第23章は、 リムーザン出身の教皇に触れたもので、歴史の海という文献から抜粋されている。14世紀のインノケンティウス6世、ウルバノス5世、グレゴリウス11世らに関する短い下りであり、これが第68王の残りを占めるとともに、第1部の締めくくりとなっている。ミラビリス・リベルでは、それらの記述が、 セービルギッタの予言として彼女と結びつけられているが、その理由は明らかになっていない。第2部は第24章から第33章までだが、分量は著しく偏っている。第24章が第2部全体の約3分の2を占めるのに対し、残りの章はいずれもな内し数ページ程度の短いものである。第24章はローマ教皇大グレゴリウスと、 同時代の匿名の人物による予言とされている。終末が近いと確信していた大グレゴリウスは、その説教を通じて、ハンキリスト伝説の形成にも大きく関わったが、この章の題材は、大グレゴリウスとは、何の関係もない。マーリン実際の出典は、マーリンの予言書で、この章は、その抜粋によって成り立っている。マーリンは、 伝説的な魔術師で、ウェールズの伝説的詩人、メルズインをモデルとして、モンマスのジェフリーらによって、その伝説が練り上げられていった。ジェフリーが1130年代にまとめた、ブリテン賞の歴史の第7章は、マーリンの予言となっているが、ミラビリス・リベルに収録されたものは、それとは別物で、13世紀後半のベネツィアの人物による創作と推測されている。 その内容は K を頭文字とする偉大なガリアの王の出現を予言するもので、カール大帝再来のモチーフを踏襲したものである。ミラビリス・リベルの定本になったのは、1498年にベラールという人物によってまとめられたマーリンに関する三観本で、1503年から1517年頃までに、フランスで何度か再版されていた刊本の一つを利用したと推測されている。 第25章は、第8 4要理面の一部で、スティムルス・デュイネ・コンテンプラティオニスと題する文献から、再録された文章ということになっているが、このような文献は確認されておらず、実際の出典も特定されていない。あたかも16世紀についての予言のようにして、6の年から72の年までに、フランスを襲う観覧が語られているが、実際には14世紀に作成された。 未発見の予言の焼き直しであろうと推測されている。その根拠としては、冒頭に出てくる、葉や花をつけることはあっても実がならない三本の木が、いずれも四次の生まれぬまま没し,した、カペイ朝最後の三王ン一世、フィリップ五世、シャルル四世をモデルにしていると推測できること、ミラビリスリベルには、珍しい先生術的記述である、の混乱が1345年の号を、 指していると推測できることなどが挙げられている。第26章は、第80用リメント中から第82要表面、途中までで、ペルシアオースーフィーの宣令というパンフレットからの抜粋と称している。確かに1508年5月4日付の書簡の、定裁をとって、タイトルコを念頭において、キリスト教勢力と同盟を組むために、イスマー・イール一世が、 キリスト教徒になったという虚偽の経緯を記した議書は実在する。ただし、ミラビリスリベルに採録された文章は、そのパンフレットから引用されたものではなく、なお借りただけに過ぎない。その内容は、退位して山小盛りしたペルシア王が予言を行い、1527年に現れるメイ君と教皇が、ローマ教皇の星座をエルサレムに移すことになると告げたというものである。 この章の底本は不明だが、逆に、あるペルシア王に予言された偉大な予言と、戦制というパンフレットの底本になったことが知られている。第27章は1497年12月7日に、フランスで目撃された空の脅威に関する簡略な記録で、第82王表面の一部のみを占める。しかし、この記録は、題名も出典も示されておらず、研究者たちも、 出典を特定できていない。この章では、その脅威は、翌年4月に崩御したシャルル8世の未来を暗示する、強調だったとされている。第28章は、第27章と同じように、脅威の簡潔な記録で、第82を表面の残りを占める。題名、出典とも記載がなく、特定できない点も、第27章と同じである。1514年1月。 ある学識者がフランスで空の脅威を目撃し、そこに未有の観難がカトリック教会に迫っていることを読み取ったという内容になっており、それは1525年までに起こるとされていた。脅威を目撃した月が旧式の場合、ルイ十二世が崩御した時と一致するという指摘もあるが具体的な関連性は解明されていない。現在のチュレンヌ上第29章は、 第82要裏面から第83要表面、途中までで、リモージュ市教官区内のチュレンヌ城で1500年に発見された写本に基づくと主張している。しかし、対応する文献は特定されていない。すでに14世紀に二人の教皇を輩出していたチュレンヌ施策の一族から、さらに二人の教皇が出現することを予言するもので、1530年頃に、 出現するチュレンヌ死者家出身の第三の教皇が天使教皇の役割、つまりエルサレムに赴いて、不信人者たちを回収させることになると告げている。天使教皇のモチーフを下敷きにしているのに、世界最終皇帝が登場しない点と、従来の予言文書では、特段強調されてこなかったリモージュ出身者に、重大な役割が与えられている点に特徴がある。 放述するように、この点を編纂者の蘇生と結びつける見解が存在する。第30章は、第83要表面途中から、理面途中までで、問題解決の書という文献に基づくとされている。問題解決という語は、本来は、オータンのホノリウスのエルキダリウムのフランス語名だが、具体的な出典の特定にはつながっていない。この章は、 指定の対話形式で、ハンキリストと、それに先行して現れるフランス王についての概要が、語られている。ハンキリスト論は、アドゾの影響を受けているが、フランス王を、終末の皇帝と結びつけている点で、フランスにおける、独自の変化を示している。3位コールガティアン大聖堂第十一章は、第83より面途中から第84より面、途中までで、 個人となった、ロッシュの死災、小丸タンゲラン2500年に掲示され、天の女王によって得られた、平和の方法という題名がついている。トゥールのンイコールガティアン大制度の思考に基づいたと主張しているが、正確な出典は特定されていない。その内容は、神を冒涜する、者たちを罰する勅令を発するようにと国王に促すもので、丸タンゲランが、その掲示の内容、 ルイ十二世に伝えようとするが果たせずに、サンガティアンに趣向を残した経緯とするものが、記されている。最後を締めくくる、第32章、エルサレムの聖地と生徒の後輩に関する、惨めない祈りとあふれる涙と、第33章、教会と東方の地の宿約された嘆きは、出典が明記されていないが、特定されている。それは共にベルナルド・フォン・ブライデン・バッハの聖地。 巡礼期であり、1498年に、リヨンで出されたフランス語版、聖都エルサレムの神聖な旅と、巡礼に基づいている。第32章は、第84要メン途中から第85要メン途中まで、第33章はそこから第87要理面まで、通定するのは十字軍に関連するモチーフである。パウルス三世の前で握手する。 フランソワ一世とカール五世を口実するように、最初の印刷版は1522年だが、実際には1519年以前に作成されていたと考えられている。これはすでに述べたように、フランソワ一世とカール五世が争った1519年の新生ローマ皇帝選挙で、フランソワ一世が選出されることを期待する記述が初版の序文に見られるためである。そこでは、 神聖ローマ皇帝となるフランソワがさらに世界最終皇帝となることが予言されており、選挙前に彼を支援する目的で作成されたのではないかと判断できるのである。ただし、すでに見たように1521年に刊行された素材を用いたと推測されている章も存在している。ちなみに、実際に選ばれたのはカール五世であり、ゆえに選挙で選ばれる。 フランス王の下りは、初版以外では削られている。初版の時点ですでに外れた予言となっていたにも、かかわらず、削られることがなかった理由は、初版を刊行したマルネフにとっては、過去に、フランスで例がなかった予言アンソロジーを出版する、ことが重要で、内容を精査していなかったが、再版時に、そのうかつさに気づいて削除したのではないかと、推測されている。は不明だが、 いくつかの状況証拠から断片的な人物像が推測されている。まず、サンビクトル社本群をはじめ、修道院付属図書館の増書を利用している形跡があることから、聖職者、特に修道士の可能性がある。また、特に第29章あたりに、顕著なリモージュの変調から、リモージュ出身の聖職者の可能性が指摘されている。他方で、 ジョームドのオトルダムがしばしば変者として挙げられることがある。ただし、根拠は不明である。また、郷土史かエドガール・ルロワによる実証的な電気研究でも、ジョームがミラビリス・リベルに関わった痕跡どころか、予言的なエピソード自体見出されていない。ルーロワによれば、ジョームの兄弟で予言的エピソードを持つのは弟のピエイルのみだというが、それ実態。 かけに関する些細なものでしかなく、大したものでないと評価されている。1514年に、ベネツィアで最初に出版されたと想定する見解も、あるが、1522年に、パリで出された版が初版と考えられている。1520年代のうちに、他に8つの版が刊行された。ミラビリス・リベルを主題とする研究を最初に発表した、ブリトネルらの分類では、 9つの番が A、B、C、D の4グループに分類されている。A、B、D は各1種類ずつしかないが、C のみは住所や旗印についての表記の異なる番が6種ある。以下、簡略な表にまとめた。丸括弧は研究者による推定である。鍵括弧は著書に記載されているデータで、研究者からは虚偽と疑われている情報を指す。 A 番が初版である。B 番はそれに基づいており、前述のようにタイトルページでの聖書の引用句が増やされた一方、新生ローマ皇帝選挙との関連が削除されている。他にもいくつかの細かな変更点が含まれている。C 番は B 番を元にしたもので、A 番、B 番が4つ折り番だったのに対し、8つ折り番になっている。C 番は、 観光年の記載がないなどの点で共通するが、販売業者名が記載された行の住所表示などに細かな差異があり、上記のように C1 から C6 までに細分されている。D 版も B 版に基づく8つ折り版で、刊末には1524年のローマで印刷されたと明記されている。しかし、その記載は虚偽ではないかと都とに疑われており、19世紀の 書誌学者、ジャック・シャルル・ブルネの指摘以降、リオンの出版業者、ジャン・ベソンによる非正規版の可能性が疑われている。ブルネが疑犯と判断した根拠は、扉に使われている花飾りとそこに添えられた標語、スペースメアデウスが、ベソンの印刷物に特有のものだったことによる。1522年に初版が出された、ミラビリス・ルベルは、 1525年に早速その名声が高まった。その年、パビアの戦いで大敗した、フランス王は一世が、囚われのみとなったことを的中させたと言われたのである。第11章に、フランス王が違法人によって囚われる予言があったためだが、前述の通り、それは14世紀に作成された、自己予言に過ぎず、イングランド軍によって、 ジャンニ世が囚われたことを下敷きにしていたに過ぎない。ミラビリス・リベルは16世紀フランスの予言的言説に影響を及ぼし、東洋学者ギオーム・ポステルが1551年頃にまとめた世界予言法でにも再録された。ポステルは独自の世界帝国と教会の改革に関する見通しを確立するにあたって、ミラビリス・リベルにも収録されていたテレス・フォーロとロック・タイヤードから、 特に強い影響を受けたことが指摘されている。ノストラダムス予言集の第一序文言代にもつながる影響としては、日本でもかつて大きな話題になった、先生術師、ノストラダムスの予言が挙げられる。ピエール・ブランダムールらの実証的な研究により、ノストラダムスがミラビリス・リベルを主要参考文献の一つとしていたことがほぼ確実視されている。それは特に、 ミラビリスリベルからほとんどそのまま転用した箇所が、ノストラダムス予言集に含まれていることによって、裏付けられている。例えば、ノストラダムス予言集の第一条文にはこうある。現在の出来事の大部分だけでなく、未来の出来事の大部分についても、何者をも傷つけることがないようにと、私は沈黙し放置したかった。なぜなら、体制も党派も宗教も、現在の視点で見れば、 正反対のものに変化するだろうから。そしてまた、王国、党派、宗教、信仰に属する人々が、彼らの危機を読んでいた幻想に到底一致し得ないと考えるであろう。未来を私が語ったならば、今後数世紀にわたって、人々が目撃することになる未来を打ち捨ててしまうのだろう。ノストラダムス予言の信奉者たちは、従来これを、 未来の政治体制の激変を見通していた証拠として引用してきた。しかし、この部分は、サボナローラの典型対応の一節をそのまま、フランス語訳したものであり、ミラビリス・リベル第18章をもとに孫引きしたものと推測されている。そして、第一序文はこれに限らず、典型対応からの多くの引用を含んでいる。他にも、ノストラダムスの百紙編第一巻47番に、 登場する、日々は州によって起き直され、そして月々、さらに年々となってという表現は、ティブルのシビュラの反キリストを述べた下りに登場する、ほぼ同じ表現を踏襲したと推測されている。それにとどまらず、ノストラダムス予言に参見されるイスラーム勢力の、ヨーロッパ信仰、キリスト教会の受難、偉大な君主の出現といったモチーフは、 ミラビリス・リベルのいくつかの章に顕著に見られるものであり、百0紙編を構成する942編の4行詞のうち、ミラビリス・リベルからの釈用は137編に上るとする説すらある。ノストラダムスの秘書だったことがあるジャンエメド・シャビニーもミラビリス・リベルを積極的に援用し、特にその第二章や第十七章とのストラダムスの予言を混ぜ合わせ、主張。 7世衆において、古今の偉大な預言者たちはこぞってアンディ4世が世界皇帝になることを予言していると主張した。同じ頃に出現した、偽書、聖マラキの預言書の作成に影響を及ぼしたという説もある。その預言書は、未来の111人ないし112人の教皇について預言したものだが、その予言の106番、天使牧者以降には、 コゼンツァのテレスフォロやヨハンリ・ヒテンベルガーの予言から、借用された要素が指摘されている。その後こうした利用は下火になったが、フランス革命によって再び大きな脚光を浴びた。かつて、パビアの戦いで成就したとされていた、囚われのフランス王のモチーフが、今度は、ルイ16世に引き付けて解釈されるようになったためで、ある。さらに、同じ第11章には、立ち上がる。 大群衆と追放される大領主の予言も含まれており、フランス革命を予言しているという需要のされ方に拍車をかけた。実際には立ち上がる大群衆も追放される大領主もジャックジーの乱をモデルにしており、囚われの国王ともども100年戦争中に作成された事後予言に過ぎなかった。しかし、ミラビリスリベルを閲覧するために、 フランス国立図書館に繰り出す人々も少なくはなかったし、そうした予言をまとめたパンフレットとして、ミラビリス・リベルから引用された18世紀末の予言集という文献まで出された。19世紀に入っても、ミラビリス・リベルへの関心は残った。第一帝世紀の警察大臣、ジョゼフ・フーシェは予言者や占い師に厳しく対応したが、その一環で、1808年には、 ミラビリス・リベルを元にした予言書を売り歩いていたマルタンという人物を逮捕した。1831年にはフランス語訳版、脅威の書がパリで出版された。変訳者はエドアール・ブリコンである。これはミラビリス・リベルが特定の言語で全訳された唯一の事例である。ミラビリス・リベルを主題とする研究は極めて少ない。その中にあってジェニファー・ブリトネルと デレクスタップスは1986年に記念碑的な論文ミラビリスリベルその編纂と影響を発表した。この論文はその後ミラビリスリベルに研究した各種の文献において主要な参照をもととされている。ブリトネルらはその論文の冒頭で先行研究の希少さを指摘し例外的な存在として マージョリ・リーブスの著書とフランソワ・スクレの論文を挙げた。リーブスの著書、中世の予言とその影響は、ヨアキム自身の思想を外観した後に、その歴史的影響と変容をたどるもので、全四部構成の第三部が世界最終工程に、第四部が天使教皇にそれぞれ裂かれている。ミラビリス・リベルは、後代の影響について扱った部分で、紹介や分析が行われている。 スクレの論文、16世紀初頭の予言的潮流に関する忘れられた資格は、その題名が示すように20世紀には実質的に忘れられていた、アブランシュ氏教ジャンボカールやボナベントゥーラの予言を取り扱ったもので、その時代の影響力ある予言アンソロジーとして、ミラビリスリベルについても触れられている。ブジトネルとスタップスの論文以降では、ジャック・アルブロンの博士論文、 フランスにおける予言的テクストのいくつかの章で、ミラビリス・リベルが主題となっている。アルブロンは、後に、セマラギの予言の批判的検討を主題とする著書を出した際に、同時代の素材とおぼし記書予言に触れた中で、ミラビリス・リベルや、そこに収録されたいくつかの予言との関連も指摘した。記事執筆に用いた文献を以下に示すが、 ミラビリスリベルへの言及の度合いにはかなり大きな開きがある。そこで大まかに分類した。ありがとうございます。